です。どうも、アクシデントのタクト。シュートと、アイジです。はい、ということで皆さん、はい、1キロカレー早食いチャレンジ。はい、ということで今回なんですけども、はい、1キロ企画でございます。はい、まあ、一番最近でやったのが1キロ得意なもので、まあ、僕は痛い目見たんですけど、はい、まあ、今回カレー、まあ、めちゃくちゃ早食い向きじゃないですか。というわけで今回やっていくんですけど、まあ、今回このチャレンジ僕ら1回ねラスカルさんとねコラボさせていただいて使った29スタンっていうお店でやってる今チャレンジメニューなんですよ。これ YouTube 上やってる人もうガチの大食いの人、そうだね、名前出すとラスカルさんとかあとドラコさんとかね、もうそうガチな人なんで僕らも行こうかなと思ったんですけど、ちょっとまだね一回練習とかねどんな感じなのかってやっぱ大事じゃないですか。なので今回自家製で自家製もう自分らで買ってきて全部煮込んだりして、やっていきたいと思います。これでいけなかったらまあそもそも無理だっていうことで、そうね、元々は1分チャレンジなんで、もう1分を1キロで食べるまず前提ってのがおかしいんですよ。そう普通に考えてみたらね、まあ、僕らの中も対決なのでこれは、はい、まあタイム、まあ、完食前提でやってください。はい、アイスタチュンでやっていきたいと思います。はい、それではいきます。はい、というわけで、準備の方が整いました。はい、で、こちら今ね、写真出ておりますけど 500g と、まあ一応、まあ誤差なんで 501g、うん、で、1kg でございます。はい、ちょっと皿がね、ちっちゃくて乗るかわかんないんですけど、じゃあ、投入します。ゆっくりね、ちょっと、あ、やばいかも、やばいかもね、一回ちょっと混ぜて、吸水させないと。はい、というわけで、じゃあ早速やっていきたいと思います。おい、まあ器もちゃんと変えてね、すごい、はい、美味しくなさそう。これはね、大会なんで、そう、はい、早食いチャレンジ、競技です、競技です。それではタクの挑戦、よーいスタート。いきます。ごくごく飲む勢いや、いや、こいつ本当に飲んでやがる。全然噛んでないじゃん。大丈夫、こうじゃなくていいんだよ。ペース的にはすごいよ。いいよね、ゴキゴキ言ってるの、ずっと喉が。もう半分じゃない。さあ、胃に入ってるのを気づかず食べていこう。多少のお残りはね、ゆるく見れるでしょ。 粒残さなきゃいい、うん、水もなかなかロスる。回収が、いいんじゃない。 OK かな。まあ、やめて、もう、行こう。はい、はい、お疲れした。うわ、いいよ、めちゃくちゃ順調だったから。まあ、でも1分ではないんだけど、うわー、もっと器がね、なんだろう、もう最後の回収よ、ね、回収なんだよな。キャパは気づかずに終われた。おお、予想タイムは2分いってっかな。1分55秒。ほう、タクのタイム2分14秒。ああ、まあまあまあ、あの書き込みさえなければワンチャン1分ちょっといったのかな。回収始めたのが1分40秒。おお、案外いけるもんでした。いけるもんでした。あの、本当に全然、あの、ラーメンがきつすぎたって分かったから。ということで、準備ができました。いや、はい、これ別に崩していいんだよね、先にね。もちろん、どうぞどうぞ。どうしようかな、なんか、タクの見た感じあんまり広げても、うん、ああ、回収が大変だから、そう、回収するのに時間かかるんだと意味ないなと思って。俺はかかってなくても水飲まないといけなかったけど、翔ちゃんは別にビッグマックを水飲まなくて早くできるから。水飲ませろ。その…それよりは楽じゃない。そのロスがないと結構でかい。水飲むロス結構ある。20秒ぐらいは短縮できる。そのなんか水翔ちゃん飲まないからみたいなプレッシャーかける。翔ちゃんの挑戦いきますよ。目標は、目標1分半。おお、1分っては言わない。1分目指すよ。目指した上での1分半。それでは翔ちゃんの1キロ早食いチャレンジ、よーい、スタート。いただきます。混ざってないからね。そう、飲むのちょっときついかもしれない、ね、ちょっとこう、使えるかもしれないよね。一口がやっぱ、使える、その、拾える量がやっぱ違う。早いね、早いね。え、もう半分じゃない米的に言ったら。え、あんちゃん1分あるよね。あんちゃん1分あるよ。いや、全然飲んでないじゃん。すごいな、あんちゃん1分ありますよ。あ、ここで一回一口。
ごいな、すごい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 、いや早いな、だ白ご飯が白いとこ見えるのって結構ね、ね、きつそうですけど、おー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 おお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 スパード、ラストスパード、上げてけ上げてけ、もうあとは書き込んで飲むだけ、いいんじゃない、そこだそこだそこだけだぐる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 、いいね、いいんじゃない、はいはい、おおお、最後の書き込みめちゃくちゃ早かったの、早かったね、しょうちゃんのタイムは1分、おう45秒ああそれでもこんないや、ペースね、1分半のペースだったんだけど、やっぱ書き込みをね、あ回収がちょっと時間、まあ10秒以上かかっちゃう、惜しかったね、一気に来た、あ、マジ、でもさ噛んでねえんだよ、あ、まあ、まあ、そうだよな、噛んで、噛みて、いやこれは極めればワンチャン1分半、1分目指せるかもしれない、あるあるある、おし、はい、続いて早田くん、いや目標は5分何秒ですか、5分50秒ぐらいで、5分50秒はい、本当にまあでも2分かな、これ3分は切ったんじゃない、予想がつかなすぎる、それでは早田くんのカレー1キロチャレンジ、はい、よーい、スタート、一緒だね、誰だってことは誰でも飲めます、多分ペースはいい、ペースはいいよ、うん、正直変わらない気がする、ちょっと前半は飛ばせるんだけどね、中盤が一番きつい、おいしい、うん、お、あれ全然いいじゃん、ペースね、ペース良さそう、飲み物得意だから、あ、そういうこと、飲むの得意なのかもしれないあれ半分もう消えて残り3分の1ぐらいまでいっちゃいましたね、ペース的にはマジでワンチャンショウちゃん勝てるかもしれない、あるぞ、え、お前があるぞ、今回あるって分かればお前強いだろ、うわ、ないって分かると下がっちゃうけど、うん、あるなら強い、お前はできるすごい子だ、また明日やるかあらあらあら、うん、きたきたね、お腹に回ってきたよ、でももうその量ならきたも関係ねえんだ、あ、きた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 、ワンチャン1分いける、いけるぞ、ワンチャン1分切れるよ、あああああ、切れるぞ。なんなら30秒回ってない。なんなら30秒台いける。勝て、自分に勝て。勝つんだ。あ、もうそれだけだ。もう回収する必要がない。そこ食べちゃえば。飲み込め。飲み込め。頑張れ頑張れ。さ、はい、あと飲み込むだけ、飲み込め、さあ終わるぞ、3、2、何のカウントはいはい、はい、うわー高タイムすぎる、これは、うわ、予想タイムはどれくらいでと思いますか、2分50秒、2分50秒、うん、ハイテくんの記録3分40秒全然残りの3分の1の時に、まあ1分40秒ぐらいは過ぎた、まあ少女には勝てなかったけど、うん、残りのあの量で割と2分ぐらいかかって、いやー心折れたね本当に一回その領域入ったらもう無理です
黙れ、黙れ。何何、領域ってワード今引っかかっちゃったから。展開検索、検索がね、そう、検索が引っかかっちゃった。結構ね、僕ら思ってたよりできたね。そうか、そうでしょ。だって本来1分だろ。まあ本来1分チャレンジなんだけど、まあ招致に関しては1分台なんで、ちょっとこれ極めればもしかしたらできるかもしれませんね。なるほど、じゃあもう少し鍛錬を重ねて。そうですね、いつか1キロチャレンジできたらやりたいと思います。それではまた次の1キロチャレンジでお会いしましょう。ありがとうございました。はい、というわけで今回はカレー1キロ早食い対決でした。いやね、カレーが飲み物ってね、正直今まで分かんなかったんですけど、これを機に分かった気がします。ということで僕もデブの仲間入りですね。明日のアクシデンターズはカードを使ってじゃんけんをして食べる企画です。ちょっとこれじゃ言うの難しいから、明日の動画見れば分かるから、皆さん明日の動画もお楽しみに。